屈しよう。それが私の唯一の望み。軍閥の連合など所詮は烏合の衆。道官を落とし先生の足がかりとするのだ。正規は少々使えば容易に破壊できる。勝者を出すには敵の拠点が切れる。まあ勝者ならなぜならなどだけど、まずは敵の猛攻しよう。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。このまま押し込むぞ。彼の地私たちが参戦し進めてくださいアンキラ。そろそろ出発しよう。あの地を抑えてみるのも良さそうだ。無策で済まされる身分じゃあ俺ドルキシュートここは馬防柵の出番かな。ここで中央の突破は難しいか。ならば二手に分かれ敵本陣を攻撃するぞ。では曹操の少し働いてもらいますよ。策に動く分本陣は手薄になる。冷静な指揮官よ。承知した。徐孔明前進して本陣を堅守せん。打ち取った。
久しい仲良しだ。この人は窮屈の中少し話でも済むか。そうそう、戦場でふざけた真似は。まあよい、勧誘のざれ言は付き合うも一興よ。時が訪れたのですね。では私たちの戦術をお聞かせしましょう。関水殿に動く気配がない。一体どうしたというのだ。あ、マチョウ殿、名士たるもの大然とあられ、それがしが聞いてまいる。敵が関水の上に疑念を抱くと、チャチャ入っては策が台無しだ。排除しようだ。少し疲れたのか。これを使ってみてはどうだ。なんて勢いだ。こんな勢い止めきれねえ。無策で済まされる義務は。この苦境厳粛に受け止めねば。
ジか。トラー、曹操様をいじめる奴は俺らが許さねえぞ。あの地を抑えてみるのも良さそうだ。安全は確保された。次の席を落とすとしよう。天下を脅かす曹操の先兵どもめ、この馬毛騎が
を打ち倒す。
で済まされる身分じゃない。ここで仕掛けてくるのか。今訪れたのです。では私たちの戦術をお聞かせしましょう。勝ち時を上げよう。この戦我らが勝利ぞ。